皆さんこんこにちはそです今回はですね創造的破壊手法に出てくる 3F の法則について具体的な事例を示しながら解説をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。でですねまあこの 3F の法則っていうの出てきたと思うんですけれどもコメントをね書くとね音声が5つもらえるのかな。でその中で1つ目か2つ目か3つ目だかちょっと焦ったんですけど 3F の法則っていうのが出てきたんですけどこれはあのずらしていく上で非常に 有効というかね、まあ、僕もよく使っているんですよ。で今これ当たり前の話するんですけど今どんなその発信の分野どんなまあ広告の分野においても既存のプレイヤーっていうものがすすででにいるんですね。既存のプレイヤーがいなくてビッグトレンドが出てるジャンルなんてもうないんで。ということはどんな人でも僕であれこれを聞いてるあなたであれ 後発で参入してていいいいくっていう前提条件を常に持たななけければいけないじゃあ、後発で参入していく上でもう既に先発の人と同じことをやっていても埋もれてしまうわけですよ。で、またかって思われるわけですよ。だからあ、ずらしていかなければいけないのですが、じゃあ、具体的にどういう風にずらせばいいのかっていうのを、えー、考える時にこの 3F の法則っていうものが非常に役立つと。なので、まあ、これを身につけていきましょうということですね。で、えー、フェイスフォーカスフォ4っていうことですね。 3つの F 頭文字が F になってるから 3F の法則であるということでフェイスというのは何かというと見せ方を変えると同じものを同じ提案をしててもね例えば私であればインターネットビジネスを使って稼いでいきましょうとかねインターネットとかそのテクノロジーを利用して稼ぐ手段方法を提案しているわけなんだけどなんかすげえたくさんいるわけですよネットで稼ごうみたいなアフィリエイトで稼いで起業した 23歳大学生のブログみたいなすげえたくさんあるじゃないですかそういうのね、えー、FX で毎月100万を稼ぐ、えー、最新の手法を紹介するブログみたいなそういうのはたくさんあってもう皆さん見飽きてると思うんですよね見るためにもうまたかよみたいな感じでスルーされるんですよこういうのスルーしかとで発信者にとってスルーとかしかとされたらもう終わりなんで誰かの心に入り込まないといけないわけですよ 誰かの心の心中にね、私であれば細野悠介っていう人間がいるんだっていうのを認知して覚えてもらわなければいけないそしてメルマガや LINE に登録してもらわなければいけないですし YouTube であればチャンネル登録っていうのをしてもらわないといけないそうしないとあの一元さんをいつまでも相手にしなければいけないので非常にしんどいんですねでビジネスをやる上で何が最も大変かっていうとまあこれは復習になりますが 新規顧客を獲得するコストっていうものが最もかかるわけですね。今であればあ安ければまあ500件一般的には LINE アッのトの ID なんて1リスト4000円とか言われてますからあまあそれぐらいの、ね、新規獲得コストっていうのがかかるとで例えばその FX の口座開設なんかやるとアフィリエイト報酬が1万円とかもらえるわけなんですけれどもあれは新規獲得コストを1万円とか2万円っていうふうに投資会社っていうのは 投資会社といだからそれぐらいの価格というか価値が新規顧客リスト取得にはあって新規顧客獲得コストっていったものが非常にかかるんですねだけど例えばですよその最初に1万円を払ってもなぜ証券会社が儲かるのかっていうのを考えれば冷静で長い目で見ると1万円払って顧客獲得をするのですけどその人たちがトレードをして損をするからですよね。 FX の9割の人っていうのは損をして退場していくと。だから1万円払って顧客リストを10人獲得しても、その中の9人は大損して、手数料も落として損を置いて退場してくれるから、トータルだと儲かる。そういうのが統計学的に分かってるんですね。だから、あそういった新規顧客獲得コストをかけても、成立をすると。だからステルスマーケティングでアフィリエイトをしている商品っていうのも全く同じですね。で高いアフィリエイト報酬をアフィリエーターに払っても、 そんなに3ヶ月契約とか6ヶ月契約とかっていうのを最初に結ばせるわけですから購入者が大損するわけですねそこで、えー、効果のない育毛剤とかねそういうものを買って大損するとだからアフィレーターにお金を最初に払ったとしてもそこで要はカモが入ってくるわけだからそのカモに3ヶ月とか6ヶ月の契約をしてむあの土地不,動不平等条約を結ばせればトータルだと儲かる、えー、だからその新規の 広告費をかけてバン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 やっていくっていうのができるんですよで今話してきた通り今やってるのは大企業の新規獲得戦略なんですね戦略であり戦術の部分なんですねつまり広告費に大量にお金をかけて大量にブン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 回しても成立をするようなキャピタル資本を持っている個人ないしは企業であればそういったことができるだけど後発の人間っていうのはそんな広告費出せないじゃないですかいきなり最初から。 だからこそ巨大な資本を持ってる人とぶつかるっていう戦い方は避けた方がいいんですよ。巨大な資本を持ってる人と争ってはいけないんですね。書いときますか。基本。同じことをやらないと。同じことやっても資本は絶対勝てないんですから。その何十億何百億って持ってんだから。勝てない。だから、ずらす視点が。 重要になっていくわけですね巨大資本とは異なる視点で後発でも勝てるってことですね後発でも勝てるストラテジーが必要ってことですねじゃあそのために具体的に何をやるのかっていうとまあこのずらしなんだけれども 3F の法則法則が有効であるというところで、まあ、フェイスフォーカス4なんですがまあフェイスのところは今話しました同じようなこと言っててもインターネットビジネスを私は提案してるんですよ 提案してるるんだけど別物に見えとということですねで。そしてフォーカス、えー、どこに焦点を当てるのかってことなんですけどこれは絞るってことですね僕は絞ってないんでぼあのばらけてるんであんまりいい事例じゃないんですけどこれはまあ僕なりのストラテジーがあってねあの絞ってないんですけど例えばやっぱり一番早いのは選択と集中なんですよ1点突破1点突破って何かっていうと選択と集中するんですね でこれはまあ分かりやすく言うと例えば仮想通貨のブログを作って仮想通貨の情報発信をするこういうのが一番反応を取りやすいわけですね仮想通貨のブログ作ったんだけどなぜかオムライスの作り方とか書いてるとかそういうのはブレちゃうわけですねだから絞った方がいいんですけど、まあ、仮想通貨ね今ライバル少ないんでえっ、ー、とあれですけど例えば フォーカスをしていく上で FX やりたいとしますよね。で FX っていうのもたくさんいるわけですよ。じゃあどういうふうにして絞っていくのかっていうと、例えば、例えばですよ、日本経済新聞でこの間、10倍規制、レバレッジが今25倍なんですけど、10倍に規制されるという報道が出た。まあそれを検討している段階でまだ10倍になったんですよ。ただ10倍に規制される可能性があると。 じゃあ今大半のブログっていうのは25倍規制なんですね。25倍規制が前提条件。前,前,前提条件で、えー、発信をやっていると。じゃあこの前提条件をずらして、例えば。 えー、10倍に規制されても、まあ、レバレッジがですね、レバレッジが10倍に規制されても稼げる FX トレード方法みたいなね、打ち出し方をしたら、焦点が FX の中のレバレッジ10倍っていうね、すごい狭いところに絞られるわけです。そ,その瞬間にこの25倍規制で、えー、絞ってる人たち、25倍規制の方がレイヤーとしては上なわけですよね。 25倍の前に100倍規制っていう世界があったんですけど100倍規制25倍規制ってなって今度10倍になるっていうふうに今検討されてる状況まだなってないけどだけど今後のその時代の流れとしてねあのー、これは現実になる可能性っていうのが大きいわけですよじゃあ今からこの10倍になることを前提に10倍になっても私は関係ないと10倍になっても全然稼げるこんだけ稼げてるっていうねそういった発信をしていけばライバルが減りますよね だからその絞るんですけど絞るっていうのもまさにずらすっていうのと一緒なんですよ。どこにフォーカスしてるのか。か私の場合であれば、まあ、これはその少し前の動画でも話したけどゲームせどりで30万稼いだバツバツのブログみたいなねそういうのではなくて えー、なんだろうね、えー、なんだろうなどういうふうに言えばいいかな。 夢を実現するために背取りをやろうっていう、まあ、提案なんですよね、私の場合は。そうすると、ゲーム背取りで30万稼いだバツバツのブログだと、もうゲーム背取りやりたい人しか来ないんですよね。しかももうオワコンだから、もうこれ全部終了なんですけど、落ちて感じなんですが。で、私は夢を実現するために背取りなので、別にゲームだろうがなんだ、何でもいいんですよ。食品だろうが、輸入だろうが、輸出だろうが、何でもいいわけ。だから何でも提案できるわけですよ。 そうするともうライバルいないじゃん。ゲームもやって食品もやって輸入もやって家電もやって新品もやって中古もやって輸出もやってですよ。なんて人いないわけですよね。そうするとちょっと別物だっていうふうに見られるし夢を実現したい人っていうのは背取りをやりたい人よりもたくさんいるってわかりますかね。背取りをやりたい人なんて一人もいないんですよ。いないですよね。あるはある程度もう業界にもう染まっちゃって擦れた人しかいないわけですよ。そんな擦れた人に提案したって なんかもうずっとセドリやってる人な人でもうマインド腐った人なんですからもうそんなしょっぱい人っていらないじゃないですかだけど純粋な思いを持っていろいろやってんだけど思い通りにならなくて苦しんでる人とか夢を実現するために今頑張ってる人っていうのはすれてないですよねで今後の成長性とかグロースも高いよねネットビジネスに染まってないからまだまだ伸びる余地っていうのがあるとだから私はそういった人を相手にしようと思っていて夢を実現するためにインターネットビジネスをやろうインターネットビジネスの中でも短期中期長期っていうフェーズがあって まずは短期をやるのがいいから、背取りをやろうっていう提案をしてるわけです。これ絞ってますね。フォーカスしてるところが違う。だから勝てるんですよ。わかりますで、最後、フォー。対象となる人をずらす。まあ、ここは一緒ですね。稼ぎたい人を狙うよりも、夢を実現したい人にずらした方がライバルが減るんですよ。あるいは、独立起業したい人とかね。お店を出したいが、 資金が作れない人とかねじゃあまずは物販やって1000万でも2000万でも作れるまで我慢してみてはいかがとかってやるとずれるわけですね。まあ、こういう風にしてあの私はずらしていましたしこのフェイスフォーカス4っていうものが有効なのが今の話聞いていただけると分かると思います。でここからね,あのね具体的に私が、ね、街歩いて見つけた事例をね示していこうと思うんですけど2つ示しますね。1個はあの P&G のアリエールでもう1個は DMM がやってる DMM バヌーシってやつを示すんですけどあのまあ洗剤っていうインダストリーですよね洗剤で洗剤っていうのはもう皆さんも知ってるかもしれないですけどカオっていうねあのメーカーがあってもここがすげえクソ強いわけですよじゃあここをどういう風にしてカオ以外のメーカーねえーライオンとかね P&G もそうだけど崩していかなきゃいけないナンバー2ナンバー3っていうところはじゃあどうやってここが 3F を使っているのかっていうのを 実際に見ていきたいんですけどこれ僕あの街歩いててね、えー、見つけたんですけど「洗剤は鮮度の時代へ」っていうね、えー、この広告が貼ってあってこれすげえ新しいなって思ったんですよ。で、まあ、どういうことかっていうと例えばこの顔のホームページ行くと洗濯水が抗菌水に変わるとかね要はあの雑菌だとかね悪臭の原因を強い テクノロジーで突破していく。あるいは白くなるって言ったようなね、こういった、まあ、典型的なあキャッチコピー。洗剤だから汚れが減るといいでしょう。洗剤だから白い方がいいでしょうっていうのを,をずっと言ってきたんですけど、もうそれだと弱いと。洗剤は鮮度っつって、なんか食べ物みたいですよね。えー、フェイスの部分。洗剤かける食べ物。 食べ物だし鮮度とか言うと鮮度が大事なんて考えたことがなかったわけですよあの PG のねマーケティングってね世界最先端って言われてますねだからマーケティングの勉強したい人はねあのまあ PG 入社すればいいんですけど、まあ、<laughs> 簡単に入れないと思うけど会社説明会だけでも行った方がいいですよすげー勉強になると思うんでね大学生の人あとインターンできたらもう最高ですねインターンも受かんないと思いますけどここの PG のマーケティング部分はもう世界最高峰って言われてます。だから事例研究する上でも PG は見た方がいいです。マジ。超勉強になるです。で、こういうのと違うと。白さとか、あ何雑菌消臭っていうのとはもう違うと。このフォーカスの部分は、白さ、雑菌、雑菌消臭。 だったのが、まあ、これは顔がやってることですよね。顔もそうだしほとんどの何て言うのやっぱそこを求めてみんな買うからね。なんで買うかっつったら服が汚れてくせえとか色がついちゃったの落としたいって思うから買うんだけどそこをどこにやるかっていうとまあ。あ えとなんて書いてるかっいうと有効成分を別々に閉じ込めるから洗う瞬間効果最大かっつって。 まあ、つまりこういうねヒルンメッセージっていうか、まあ、あの直接は言ってないけどようなことを伝えてきてるわけですよ洗剤の鮮度落ちると汚れも雑菌も落ちないですよなんか洗ったんだけど思ったように落ちないってそういう経験ありませんかとだけどうちは鮮度で勝負してますから鮮度で勝負してるなんてうちだけでしょだからちょっと試してみてよっていうのを訴えかけてくるであとは、まあ、PG すげえレベル高えなって思うのはこのジェルボールっていうのをね、えー、他の メーカーカに先駆けててて出してきてるんですよ洗剤ってこの粉末と液体のどっちか2つだったんですけど新しい産業を作っちゃったんですよねジェルボールまずこれがもう新しいじゃないですかフォーカスの部分でジェルボール実はこれねあのあなんだっけあの匂い消すやつファブリーズか ファブリーズを普及させるときにも p g は同じことやったんですね。それまではあんなファブリーズシュ,シュやって、匂い消すっていうカルチャーなかったわけですよ。僕は子供の頃ね、ファブリーズなんてなかったですから、ここ、そうですね、5年、8年ぐらいだと思うんですよね、ファブリーズが普及してきたの。じゃあ、ファブリーズを普及させるために p g が何をやったかっつうと、おアメリカで、アメリカの企業ですから、プロックターギャンブルっていう。何をやったかっていうと、街歩いて住宅街に行ったんですね。で、今度、おこの、 匂いを消すねこういう洗剤じゃないんだけど、シュッシュできる、このファブリーズっていうのを作ったから、あのサンプル置いてくから、使ってくんねえかっていうのを言ったわけですよ。で、それで、ちょっとずつ使ってってもらって、シュッシュするっていうね、その生活習慣や文化や具体的な効能、メリットっていった部分を人々の間に浸透させてったと。で、僕の地元、月島ってとこなんですけど、モンジャーの町として有名ですよね。で、PGA、モンジャーでも仕掛けてて、 もんじゃのあとはファブリーズみたいなキャンペーン一時期やっててねもんじゃ食べた後服に匂いついちゃうでしょだからこれシュッシュすれば臭くならなくてすごくいいじゃんみたいなそれで、えー、ファブリーズをタワーでばらまいてねでもんじゃ食べた人がこれシュッシュやってあこれいいじゃないっつって自分の家とかね、えー、職場とかでも使うようになるっていうようなそういった普及の戦略をやっててこういう風にすげえレベル高いですよねそれまでなかったカテゴリーをもう、まあ、巨大仕様だからできるっていうのもあるんですけど無理やり作っちゃってそれを普及させるためにそうやってプロモーションをかけていくと いうすげえレベルが高えなって僕は思うんですけど新しいジャンルを使ってるとでまあ44はまあ僕がアリエルにはまったこのきっかけとも一緒なんですけど既存の洗剤で満足できない人ですねあのまあアタックとか使ってんだけど落ちねえとか匂い残るとかまあそういう不満を感じてる人に対して でうちは鮮度ですからちょっとお願いしますよみたいな、ね、ことを提案するっていうところで、まあ、3F の法則使えてるのかなと、まあ、3F の法則 PG の人が知ってるとは思わないけどね <laughs>、まあ、あの当てはめることができるってことですねでもう一個がこれはあの六本木アいててで見つけてすげえ面白いと思ったんですけど DMM、MM、バヌーシってやつでこれもすげえレベル高いマーケティングだと思っててで何がいいかっつうと バヌシってさ、それこそあの北島三郎さんとかね、すげえ金持ってる人じゃないとなれないっていうイメージが僕らあるじゃないですか。だけど、1万円から参加できて、要はバヌシの権利をね、それこそ投資信託みたいに分割するっていうビジネスを作ったと。で、超ディープインパクトにも投資をすることができると。これ、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。えっていう点で、えー、あのずらしてるんですよね。だからどういうことかっていうと、えー、フェイス 一般個人でもできる馬主制度。で、フォーカスは庶民ですよね、大金持ちではなくて。で、フォーの部分。馬主になりたかったけど、諦めていた人。 やっぱ競馬ファンであればそこはあると思うんですよね。まあ、既存の競馬ファンですよね。で、あとはこれすげえレベル高いのは、僕、馬主ってこれ見た時、僕みたいな、僕競馬やんないんですけど、パンピーにも、パンピーも対象になってるん,んですよ、これ。一般ピーポンも。で、どういうことかっていうと、既存の認知をそのまま持ってきてるんですね。これ、僕なんでこれ目止まったかっていうと、 私の大好きなこれもあの車の番組とかでよく見てるんで私結構好きなんですがもともとこの3人っていうのはあの「馬好き」っていう番組やってたんですよ。YouTube で検索すると面白いんで見てほしいんですけど乃木坂とかも出てますよ「馬好き」。で「馬好き」でやってた時にもう他人がもう金と時間をかけてあの作り上げてきた。 っていうこのペアのそのブランドをそのまんまタダで持ってくるっていう競馬の分野で言ったらやっぱおぎやはぎでしょそしてこじはるでしょモンドシャルナでしょっていうそれをもうまずあの宣伝のキャラクターとして持ってくるってこれがねもう最高にねうまいんですよねでこれね結構ねあの私もよくやってるんで見てほしいんですけど他人が金と時間をかけて作り上げたブランド いいやそのプロモーションにただ乗りするっていう例えば今回のこの動画も創造的破壊手法の解説っていうところでね私はあ、まあ、言,い言い方悪く言ってしまえば和田さんや原田さんがお金かけてプロモーション費用を出してるんですけどそれにただ乗りして私は有名になれるとでそれを見た人の中から何割か、まあ、私のファンになってくれる人が出てくるのであの、まあ、これは喜坂さんの言う移動させる力っていうのを遺憾な中発揮してるんですよねでこれすごい あのおすすめなんですよでっかいトレンドとか他人が広告とかプロモーション打ってる時にあのそ,れその波に乗っかるとね集客できるんで,でしかも自分はコンテンツ作るだけだから別にお金かかんないんですよ。で自分もそこにさらに広告売ってあのカウンターかわしたりだとかあるいはそこから認知取っていったりとかそういう高等テクニックもあるんですけどもう私みたいにコンテンツ作れる人っていうのはもうこういうのも上手にどんどん使いながらこれは一つのコンテンツとしても成立するし。 あの移動させる力っていうところで今回のプロモーションの興味を持ってくれた人に対して私があ間口をね入り口のファンネルを開くっていう機能も果たしてくれると、ね、そうするとなんか私は和佐さんとか喜佐官じゃない和佐さんや原田さんのブランディングにも頼どりできるっていうまさにねこのバヌーシと同じなんですよねこれ,これなんか私買おうかと思ったからねマジで何だろうやっぱ金持ちの役割っていうのはね金を使うことかなという理解があってね 例えばその 8K テレビとかねシャープが出してこれにシャウンかけてんだみたいなこと言ってるんだけどやっぱりああいう最先端の技術とかあの製品ってどういう風に普及していくかっていうとまずね金持ちが買うんだよね金持ちが買ってでその効能とかをみんなに自慢すると自慢,自慢するっていうかまあ,あの見せていくとそれでその後一般大衆にも広がっていくっていう形があってどんなテクノロジーもそうなんですよブルーレイとかも最初すごい高かったんですね金持ちしか買えなかった。 だけど金持ちが投資してそういったものを楽しんでいろんなところで広めてくれたから僕ら一般大衆がそれこそプレイステーション3とかプレイステーション4とか買えばあんな23までプレイヤー変えちゃうわけじゃないですか。ね、録画もやると思いばできるえ。っていうような恩恵を得られるのでなんかこういうのすごくいいと思うんですよね。金持ちがまずバーの北島三郎さんみたいなもう演歌っていう分野でもう第一人者。 ど、えー、お金持ってる人っていうのがまずその馬主っていうカルチャーを広げていくんですね。金持ちはもううにななっってて、えー、競馬とといいい文化をを守くくんだとみたいなメッセージを出しとくわけですよでえまあこういったテクノロジーの進化とか時代の進化っていうのもうまく混ぜ合わせて一般ピーポーも馬主になれんだぜみたいなことを打ち出すともう競馬ファンはたまんないよね。おマジかみたいな「もう馬主なれんの?」みたいな「なんならこれで一儲けできるんちゃうか?」みたいなね。 これ本当とやろうかと思ったんだ、俺。はちょっと今、あれなんで。あれですけど。これのアフィリエイトとかね、あるのかわかんないですけど、今攻めたらね、勝てると思いますよ。DMM バヌーシーとかね。これ新しいんだよね。バヌーシーとかね、ガチで SE を上げてる人も全然いないっすから、ね。だからこれも新しいビッグトレンドになる可能性がある。当然ね、これがこけたらダメになっちゃうんですけど、でも面白いですよね。こういうのね。そう。だからこういうのね、待ちというとね、いくらでもあるんですよ。上手なマーケティングというか、プロモーションのやり方。 はいえそんな感じですねじゃあ今日はね 3F の法則の解説と具体的にどういった事例が街を歩いてて見つけられるのかっていうとことまあちょっと僕のね事例なんかも混ぜ合わせながら分かりやすくなるようにね話してみたんであのアフィリエイトやりたい人とかね発信やりたい人っていうものはねこういったのを取り入れていってくださいここをね本当にできるようになるとねあのライバルとかに怯えなくていいんですよねうんライバルに怯えてるうちっていうのはやっぱりね、えー、資本がある人が最終的には勝っちゃうんでね そういうい分の悪い勝負をね、えー、僕ら一般人というかね、まあ、ちち小さな会社ですよねがあーやるっていうのは本当にコスパが悪いんで、えー、こういうふうにずらしてマーケティングを仕掛ける側になっていくといいのかなとでこのように考えてます。でで今回は以上ですありがとうございました。